初めて東京来た時に、すごい楽しそうなサッカーやなっていい意味で思いました。ユースさんとかすごい声出してくれますし、雰囲気がすごい。めっちゃ楽しいよ、練習。2人 の最初の印象で、ああ、確かに。セット前にも、まあ、試合では対戦してるんです。あ、そうです。開幕戦に。めっちゃ、両方そこで泣いてやる。本当ですか。俺がサイドバックやった時に、ね、マジで裏取られたんだ。あれでトラウマになりました。トラウマでしたね。いや、あれが早いよ。チャンネル登録が、よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。